瀬尾議員といえば、我が名は肥後国熊本城初代領主加藤肥後守清正である。熊本城おもてなし武将隊の加藤清正をおよそ10年務め、熊本市の観光の顔として活躍。当確になりました。観光政策を盛り上げたいと32歳で立候補し、市議会議員としては最年少の当選者となりました。和の文化を広めるため、議員活動は和装で臨むといいます。